このチャンネルでは MLB で活躍中の日本選手をはじめ海外のビッグ選手のハイライトをいち早く皆様にお伝えしていきます。私はウグイス嬢のモモと申します。どうぞよろしくお願いいたします。エンゼルス大谷翔平投手27が9日日本時間10日本拠地レイズ戦で2打席連続本塁打を放った。6回無視で10試合42打席ぶりの5号ソロを放つと、7回無視満塁では日本ハム時代を含めても自身初となる満塁本塁打を左翼席に運んだ。チームも快勝して2連勝首位を守った。2打席連続本塁打をキャリア初の満塁本塁打で決め、スタジアムも大騒ぎとなった一発。逆方向への飛距離126メートル、打球速度177キロの当たりは圧巻だった。地元放送局バリースポーツウェストの放送では実況も、ダイヤモンドを一周する間は大興奮だったが、本塁に戻ると言葉を失い、約20秒間で言葉を発したのは、すごい、ワオ、という日本語による一言だけだった。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、モモ宛てにお気軽にコメントしていただけたら大変嬉しいです。また、見てよかったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。